はじめ教授です。いや、さっき友達動画作ってすごいマシンガン。ああ、危ない。物騒だ。戦争をなくそうとしてる奴がマシンガントークはやめよう。なんだ雪合戦。スーパーラッシュ雪合戦トークだね。うん。危ない危ない。マシンガントークなんて俺、ラブ&ビースのやつがマシンガントークなんてそんなこと言っちゃダメですよってね。いや、すごい言論弾圧。比喩として重火器を使ってもいいだろうって。そこまで徹底してるの。まあ、これ多分10年後のね、ツイッターだとありそうです。平和活動してる人なのに、マシンガントークという単語を使ってもいいんですか？それはちょっと活動しての真意を疑いますみたいなね。コメント来ますよ。そういうやつなんか叩き潰してやるね。俺、すごい分かったんですよ。俺、優しいんですよ。だからよくぶん殴るとかなんか、ツイッターで言ってるけど、東京行って分かったんですよ。あ、俺ネット弁慶だって。ねえ、いや、すごい俺ネット弁慶なんですよ。俺、外だと全く喋んないんですよ。うん、外喋んないんだけど、部屋の中でこんな喋ってね、ぶん殴ってやるよーとか言って、下界に降りたら、下界って言い方悪いけど、外の世界、外界ね、まあ、下界の日が言いやすいから。下界行ったら、シューンって。で、あと俺一番うざいのがね、こうやって避けてくる人いるじゃん。あ、ここあーってやるじゃん。腹でかくて逆に太くなってんだよ。俺正方形なんだよ。変わんねえんだよ。うん、これ正方形。あ、すいません、ごめん変わんねえんだ、腹の出っ張り。うん、だからで、ただちょっとね、ちょっとねこっちを向いた人になっちゃうんだよね。うん、アルゴリズム体操じゃん。一人アルゴリズム体操の人になってん。心の中でアルゴリズム体操をしてる人になっちゃうんだよね、俺。あ、すいません、すいませんで、でもね、なんだこいつ腹、この人から見て、いや、こいつ横向いてるくせに腹でけえなって、全然取れねえじゃねえかよってね。一般人や人民の方はね、そう思いにならされそろすせんさん。やっぱね、そのね、適当にね、単語を並べてね、ごまかすのはやめた方がいいと思いますね。いやー、久しぶりですよ。8日ぶりか、9日ぶりか、久しぶりに喋ったら、バン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 って喋っちゃう。今日久しぶりにね、親が今日1時半で、多分お父さんが帰ってくるの6時半ですよ。5時間喋れちゃうの。すごくない？だいたい俺10分動画をやるじゃん。5時間でしょ？ 30 分動画撮っちゃうんだよ。このまま言っちゃえば、さっき20分動画撮っちゃったけどね。すごい喋っちゃう。ここの酸素なくなるよ。ちょっとやばい。ちょっと休憩入ります。最にもう、あれ、やばい、テンション高くなりすぎて。ダメだ。ジミヘンドリックさんは、音楽とは、ハイになれる、一番安全なハイになれる方法だって。おしゃべりも、一番安全でハイになれる方法じゃねえかよ。もうガン決まり TV だ。やばい。決まりに決まってる。脳内エンドルフィンがもう、ベン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 って。もう脳内エンドルフィン5トンくらいもう分泌されてる、頭の中で。俺の体多分きしんでる。床がきしんでる。尾崎豊かって、いや、それベッドやないか。あれ、面白いやー。すごいひどい人っていうね。もう喋りすぎて、ここにね、唾液がなんか、唾液がもう、ノックアウトっていうか、俺の喋りの速さについていけない唾液がね、泡と化したやつらがここの口の横にいてる。おじさん特有の唾液泡が、唾液バブルがここの口のここら辺に今、いたから、おう、おうってなっちゃったね。いやー、喋るの好きすぎる。こんな面白いやついるかよ。こんなさ、16歳のクソガキがね、ベン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 って喋ってんのに、なんで俺人気なんねんだよ。なあ。俺、16歳の皮をなんか、被ってる、ねえ、おじさんじゃないよ。まあ、おじさんだよ。心の中。って言ってたんだけど、ヤングおじさん TV みたいなね、サイト行こうとしたら、普通に有害サイトだったんですよ。あ、はじめ教授のサイトで、ヤングおじさんだから、多分、アダルトサイトなんだろうね。俺もアダルサイト、インランティディベアですよ。インランティディベアの枠に入っちゃったのかなって思っちゃうと、やべえな。やべえもん、外で歩けねえや。ああ、マジで。でも俺のやばい、昔の動画ってすごいね、インランティディベートだけど、今マジやべえからな、俺。薬物、エア薬物中毒者だからな。薬物をなんかエアでやってる人だから、今の俺には、だからまあ近づいてもね、もう俺重いですから、普通に100キロあるよ。100キロあるよ、自慢じゃないけど、だから俺もう本当に死ぬし、まず首のここが黒いでしょ、俺。これ糖尿病らしいんだよ。だからマジで本当に夏も暑い。暑さ、残暑をね、初中お見舞いぶっ飛ばして、ブースト行って秋、食欲の秋だから食いたいもん食ってちょっと散歩しなきゃダメ。1日1時間、イルミ研究所行ってたじゃん。1日1時間脂肪が燃焼する。それもうちょっと続けないと、本当に俺死んじゃう。天才が死ぬんだぞみんな。
超天才も多分もう平成を代表するというか次の世代、次のね言語を代表する天才が死んじゃうんだよ。みんなやばくないそれ。もう天才にも、いや本当俺天才なんだろうなっていうね自己満足になるけど、誰も俺のことマークしてないの。奇才すぎるんだよな俺。もうダメだ俺、天才すぎて、誰にもマークされない。やばいな、ちょっと才能フルに使いしすぎた。ちょっとな、もうちょっと抑えて常人がなんか認識できるレベルのパワー出さなきゃいけない。念能力の念がでかすぎてみんな見えないみたいなね。うん、もう、うんってことでなんか初だけ、ね、念能力出したら、そうやって、まとってんのやな、お前まとってないじゃんって言ったら、宇宙をまとってるっていうね、念を。念で、宇宙の30倍でかい念をまとって目では目視できないみたいな。うん、もうそうなってるくらいの実力者なんで。俺はでかすぎるんだよ。もうナイアガライコール俺みたいなもん。もう、そこにあるぜ。普通に、河本博人さんがナイアガラについて喋ってた時、もう、ナイアガラを見るじゃなくて、もう、そこにあるですよね、みたいなこと言ってたんですよ。多分、リンボロールの、なんかテレビインタビューの時に言ってた河本博人さんが言ってたんですけど、それじゃん。全然引用してくる。丸パクリ、ペーストにもペーストだよ。なあ。ペーストにペースト。ああ疲れた。喋りすぎてね、走った時みたい。もう俺走ってんだ。トークという名のダッシュしてんだ。トークという名のフルマラソンしちゃってんだ俺。ここが脇腹が痛くなってきて喋りすぎて。久しぶりにこんなして、俺はね、いつもこんな早く喋んないけどね、20日間で、ごめんね、俺日本語死んでるからさ、20日間、8ビート始まっちゃうよ。うん、俺の超絶歌下手人間の8ビート始まっちゃった。今、汚い人がみんなに見れた。そこスクショタイムだから。ね、それをね、多分ね、スマホでもいいし、パソコンのね、待ち受けにすると多分口臭くなるよ。うん、めっちゃ口臭くなる。スカンクの3000倍くらい臭い。スカンクの体臭じゃない。スカンクのケツから出る液体ね。あれ、ケツから出る液体なんだよね。おならじゃないんで、ガスじゃないんで、液体なんだよ。だから取れにくいんだって。だって、っていうね。だから俺超スカンクが嫌いな時期あったんで、どうやったらスカンク殺せんだろうってね、ずっと思ってた時期あったんですよ。俺臭いのが嫌いなんでね、もしスカンクが出たらって言ってね、ちょっとね、大丈夫っていとこのお母さんに言われてました。なんでそんなスカンクを撃退したがるのって言われた時あったんですよ。なんかね、お猿のジョージ、すごい。お猿のジョージ、まあ何がすごいかは俺の本名が分かってから。俺の本名は普通にこのチャンネルで全然公表してるんですけど、俺の本名と、俺の芸名と俺の名前が同じくらいになった時には、俺〇〇なんだけどねって言おうとしてんだけど、お猿のジョージで、出てたんですよ。スカンクの会があって。むちゃくちゃ臭いんですよ、スカンク。で、匂いが落ちねえよ、みたいなこと言ってて。で、なんか黄色帽子じじいさ、なんか結構いいマンション住んでるけど、うわ、スカンクだって言って、なんか、ペットのスカンクとかなんかいて、でも、ペットのスカンクか大丈夫かって言ったら、その野生のスカンクもって、オチはみんなガス死にするみたいなオチだったんですね。エレベーターの中でスカンクが、スカンクビーム出して、みんながガスで死ぬっていうね、歴史上最悪の事件っていうオチで終わったはずなんですけどっていうね、何ですかのそのボケ、わかりづらいな。うん、いや、それもみんな理解できてるけど、みんな、君のボケの長さでみんな、はいはい、早くボケ終われって、もう正座だよ。もう説教してる時みたい。相対性理論のダメな方みたいになっちゃうじゃん。相対性理論のダメな方ってアインシュタインさんでしたっけ、誰かが。アインシュタインさんが、もうベーロベーで出してる人が例えてくれたやつじゃん。そっちの焚き火の前で、熱い焚き火の前で正座を1分待ってるのも1時間に感じるくらい長いみたいな。そっちの、それがダメな方な。うん。可愛い女の子と1時間デートしても1分に感じてしまうかもしれないみたいな。そっちはいい方だと思うよ。俺の中でもいい方だと、ダメな方、今のは。説教に近い。ね、なんだろうな。説教よりもひどいからね。うん、みんな何の被害者でもないのに、何も悪いことしてないのに説教されてるって。説教されてるのムカつくけどね。つまらない人間がやってることは説教なんですよ。はい。それはもう説教なんですよ。つまらない奴が喋ってるのは。ライフガード生ぬるいな。俺はね、今から水を取りに行こうと思うっていうね。ちょっと今ね、文をくちょっとくりまたくと、違う。ルームでね、ルーム、シャンブルズしちゃったんですけど、いや、ワンピースの朝知識例え。なあ、
神木さんにボコボコにされるぞ。神木さんってワンピースのファンのね、うん、朝知識って、その朝知識っていうのはワンピースのそのままやってるみたいな、うん、いやお前暴君クマかよみたいな、すごい浅いツッコミとか浅い例えしてるっていうのを浅いなって俺は思ってるんですよ。そのままやっちゃうみたいなね、おおうまいってならないんですよ。いやそのままやないかいってなっちゃうの浅いって言うんですよ、浅知識っていうかね。はい、ということでね、水を取りに行くんですけど、なんで俺は今から水を取りに行こうと行くんだけどって適当に言ったかって、変な風に言ったかって言うと、俺はね、水を取りに行ってくる間の無音が好きなんだよ。俺、環境音好きなんですよ。で、よく何々フェチですっていうね、言うけど、フェチズムってね、性的衝動がバーンなんか、性的何かだから、あんまフェチ言っちゃダメだからね。ペチペチ言うのはいいかもしれないけど、で、おい、クソ親父ギャグ出すね。な、五感が似てるからって出してね、若者困るぞって、いや、俺も若者ですけど、全然クソガキですけど、まあ今から水を取りに行こうと思う。あ、ちょっと声が枯れちゃってね。冷たい水でちょっと喉をいたわってくんだ、俺は。うん。ここみんな金具見える?見えた。ただいま帰還しました。いやちょっとマシンガントークしすぎて喉が痛い。このままじゃやばい、このままじゃあれになっちゃう、ツンクになっちゃう。うわ不謹慎すぎる、誰も笑ってくれない。うわこのまま喋り続けたらツンクになっちゃうよって、もう本当に笑っちゃいけないからね、これマジで。本当になんだろうな、死人を冒涜してるっていうかね、死んだって、あそれもひどいな、歌手がせあのねえ歌手生命を絶たれてから死んだに例えちゃった。俺どこまでひどい人なの、そんなひどい意味で言ってないんだけど、超ひどい人じゃん。俺ツンクになっちゃうよって、もうダメじゃん。そんな、そういうキャラでやっていくの俺は。ブラックつまらないブラックジョークを言う人になっちゃうの、ね、坂上忍か、うん、ねえやだなそれ。ツンクになっちゃうよってダメじゃん、ダメすぎるよ。もうねちょっとガキでこれはやばいでしょ。なんか本当になんかね、人権のうるさいところに訴えられちゃうよね。あ、火災報知器は見た。なんか火災報知器はちょっとね、ギャラが発生するんですよ、ギャランティーがねって言ってね、いろいろ出てるよ。こいつらいいのか、こいつらに物の人権、物件はないのか、物の権利はないかのように、鉄骨喋りですから。喋り出さない。ほんとダメだって、喋り出したとこは、まだ俺は聞いたことはないんだけど、本当に、幻聴とか幻覚あって薬やりすぎの人になっちゃうじゃん。なあ、おい、お前、粒組、今月何個食ったんだって。え粒袋もしかして箱箱だったら多すぎだろみたいなジョークを話し合ってるみたいなね。さっき落合陽一さんが粒組美味しいよって言ってたから、まあ、こんな声じゃないと思うけど、で食ったらね、粒組って美味しいんですね。普通になんだろうなすごいな、ダメじゃんダメじゃんって。いやね、なんでダメじゃんっていうのは、俺の脳内のものに、いやダメだよって、さっきお前はワンピース朝知識を披露したところだろっていうので、俺はダメじゃんって言ったら、俺がむちゃくちゃ頭いい人みたいになっちゃってんな。あのねいやトーンダイヤルかよみたいなこと言おうとしたんですけど、それに対して俺の表面、俺がダメじゃんって言ってね、ちょっとね抑え込んだね、戦国ガープをね抑え込んだみたいにね、何するガープって言って、何をするんだみたいな感じでね、いや朝知識滑ってんだよお前は、ここで超滑り、なんか滑りを極めた人みたいだよね。まあそれでもいいですけど、俺が面白いと思ってるんで、いやすごい、もうダメだよ、そこまで来たら言い訳になっちゃうけど、言い訳って言ってるんですよ、黙れ黙れ、自分が面白いって思ってるものをやって何が悪いんだよっていうね、
はい、これも未来の超大物 YouTuber の名言、メモしとけよって言って、本当にメモされても困りますけどね。メモすんじゃなくて普通になんだろうな、タトゥーにしろよ。いやダメじゃん。いいけどね、タトゥーにしてもあんたの勝手ですけど、ダメだよ、もうそれはそれでおかしいしね。いや、おしっこ行きたいな。ちょっとスマホ持っておしっこ行くわ。うん、もう次は金具見せない。あ、見えちゃってる、金具見えちゃった、ドアの金具見えちゃったよ。あ、薬やってないからね、本当に。いや、ここでもう10分トークしたろうかーって、トークという名の口で鼻出る、もうこれはもうビートボックスの一種だから。いや、後でしっかりと喋ります。いや、普通に今ね、みんな見えたか分かんないけど、氾濫分子じゃん。いやね、今、あ、やばい、喋んなきゃ。入場の時何言おうかなって、入場、帰ってくること入場っていうの、今言ったんだよ俺は。いや、言う時にちょっと集中しすぎて、俺ね、物事見えてないんですよ。もう目つぶってると同じくらいに物見えてなくて、普通にここの角にぶつかって眼鏡グリーンになって、あの俺の汗汗フェイスティングにね、ちょっとね、ベターってなっちゃって、あのフェイスティングって適当に言ってるだけだぞなあ。いや、でも俺中学英語できないんですよ、俺バカすぎて。だって俺の、だって最近勉強してないから、もうね、ダメなんだよ、本当にダメ。もうなんか面白い人間になるために面白全振りにしすぎちゃって、人間としての大事な何かを失い続けてるんですよ僕。あ、歯磨きできない、風呂入れないでしょ、継続抱いてなくなった、風呂入れない、歯磨きできない、物片付けられない、忘れ物がひどい、あのすごい忘れ方を、豪快なね、忘れ方をするんですよ僕は。それもだいたい人に頼り切ってるからだし、うん、あと片付けできない、あとゴミも捨てられない。ダメすぎ、うん、お母さんに甘えすぎですよ僕ね。はい、一回切ります。